セイコーマチックの自動巻きモデルです。セイコーマチックは、ライナーをベースに、1960年から62年までの短い期間に、高級薄型自動巻き腕時計として、諏訪工場で生産されました。リューズの見えない自動巻き時計のキャッチコピーとともに、60年代のセイコーブランドの主力製品として、人気を博しました。腕のわずかな動きでも、ゼンマイが巻き上げられる、ボールベアリングを採用した、自動巻き機構も大変高い評価を得ました。こちらはそんなセイコーの、セイコーマチック、ウィークデータ35席です。同シリーズ33席に、緩急微動調整装置、秒針規制装置を付加し、高級化したモデルとなります。文字盤はシルバーダイヤル。アップライトインデックスにドルフィンハンド、6G1には真鍮に SGP 硬質金メッキ、金色の場合はロジウムメッキが施されていることを意味する AD、アップリケダイヤルを示すマーク、12G1にはジャイロマークのデザインです。SS ケースはラウンドフォルム。リューズの突起が隠れているため、スマートでスタイリッシュ。飽きのこないデザインで実用性に富んだ、国産アンティークの魅力が詰まった一品です。